さあ、富山県内で保護されたワンちゃん、猫ちゃんは一体どこへ行くのでしょうか。どのような運命が待っているのでしょうか。今日はその答えを求めて富山県動物管理センターにやってきました。行ってきます。立山町にある富山県動物管理センター。富山市を除く県内各地の更生センターで保護された犬や猫、またやむを得ない事情で飼い主が飼育を続けられなくなった子たちがここに収容されています。じゃあこちらの部屋どうぞ。どういった部屋になるんですか。そう、こちらは新しい飼い主さんを待っている猫ちゃんの部屋になります。あ、なんか本当広くって明るくって開放的、嫌な匂いもしませんね。なんか猫ちゃんたちが熱い視線を向けてくれます。かわいい。石原さん、この部屋はどういった猫ちゃんたちが暮らす部屋なんですか。はい、収容されてきた猫ちゃんはワクチンと検査とあと人慣れをしてからこちらの部屋に来るんですけど、その時にやっぱ譲渡がスムーズになるようにこういった広い家庭となんか同じような環境で猫ちゃんたちに過ごしてもらうようなお部屋になっています。なるほどね。現在何匹ぐらいいるんですか。現在は6匹成猫ですね、はい、いますね、はい、この子がケンちゃんですね。ケンちゃんは多動飼育崩壊のところから来たんですけど、この中でも人慣れ度は一番で、こんな体大きくて強そうなんですけどすごく甘えん坊です。すごい可愛いです。で、この子がノアちゃんですね。はい、ノアちゃん、はい、ノアちゃんはちょっと怪我をしていたところを保護してこっちに入ってきたんですけど、まだちょっと他の子よりも怖がりさんなので、まあ、前の部屋の時からもそうなんですけど、今もこの部屋に来てからまだ少しずつ少しずつ人に慣れてる練習中の子です。それぞれ名前がついてるんですね。そうなんです。やっぱ一匹一匹に管理番号はついてるんですけど、猫ちゃん紹介するときに管理番号でちょっと紹介するのはちょっとあれなので、みんなに親しみやすいように名前を付けさせてもらってます。なるほど、はい、なんか本当に見ていると毛づやがすっごいんですけど、お手入れされてるんですか。そうですね、はい、やっぱ譲渡先に行った時に困らないようにするためなのと、あとお手入れに慣れてもらいたいので、ブラッシングとか爪切りとか、まあ、私たちができる範囲でなんですけど、この子たちにさせてもらってます。なるほど、そういったきちんと手入れが、ね、行き届いてるんですね。ありがとうございます。でもやっぱり野良猫だったってことですよね。はい、そうですね。野良猫だと猫エイズにかかっていたりとかするんですか。そうですね、猫エイズって聞くと皆さん結構やっぱ不安があるんですけど、猫エイズって人には感染しないので、うんうん、ここのセンターでは猫エイズの子も猫エイズじゃない子も関係なく積極的に紹介するようにしています。そうなんですね、はい、でどの子が猫、はいはい、でさっき紹介したノアちゃんもなんですけど、はい、この子、うん、この子が猫エイズなんですけど、はい、推定年齢が14歳、お女の子、ふみちゃんって言います。ふみふみするのでふみちゃん。でふみちゃんとかノアちゃんとか出す時ってやっぱり他のエイズじゃない子と一緒に出しちゃうと接触してしまうので、うちではこう時間をずらして同じぐらいの時間この部屋でゆっくり過ごせるようにしています。うーん、来てどれくらいなんですか。はい、来て今年で4年目になります。4年目。はい。でもそんなに長くいられるんですか。そうですね、なんか結構ね、引き取り手がないと殺処分っていうのも聞いたことあるんですけど、はいはいはい、富山県動物管理センターは1966年にできた野犬処理センターが前身です。そうしたことから主に殺処分をしているところと思われている方が多いかもしれません。しかし現在そのあり方が時代とともに大きく変化しています。人と動物の共生する社会の実現に向けた指針が国によって示され、安易な理由による犬や猫の引き取りを自治体が拒否できるようになったのです。
そしてその方針に呼応するかのように富山県は動物愛護の事業への舵取りを始めました。近年富山県が力を入れているのが命をつなぐ取り組みです。保護した動物すべてを県が飼育管理していくことは困難なため、民間の動物愛護団体の協力を得てそのキャパシティを広げるとともに、生後間もない子猫を譲渡に適した時期まで育てるミルクボランティア、保護された犬猫と新しい飼い主をマッチングさせる譲渡ボランティアといった人々の手を借りながら取り組みを進めているのです。これにより富山県内の犬猫の殺処分は大幅に減少しました。2020年度以降は処分頭数の大半が病気や怪我の影響で亡くなったいわゆる自然死です。県ではこの数字に満足せず、さらなる努力を重ねるとともに収容された動物の治療体制の強化を検討したいと話しています。この先にワンちゃんが待っていてくれているということなんですが、行ってみたいと思います。です。だったら私の身長より絶対大きいです。こんにちは。こんにちは。こんにちは。はい、お名前は？この子はですね、はい、ベルと言います。優しいワンちゃんですので。あ、すぐ懐いてくれる。かわいい。イギリスが原産のマスティフ。大人になると体重75キロ以上になる超大型犬です。このベルちゃんはどういった状況でここに来たんですか？はい、この子はですね、待てだよ、高岡厚生センター管内でですね、保護されたワンちゃんになります。首輪はついてたんですけれども、飼い主はすぐ現れるだろうとそういうふうに思われたんですが、なかなか出てこなかったという状況ですね。見てもらえば分かるんですけれども、ちょっと足の爪がですね非常に伸びているもんですから、あまり散歩には行ってなかったように思われます。そうだったんですね。で、今は何をされてたんですか？今はですね、これからですね新しい譲渡先に向けてですねトレーニングしている最中です。お、はい、じゃあしつけというんですか？そうですね。はい、じゃあベル行くよ。はい、行こう。後へ後へ、ベルベル、こっち向いて、飼い主さんの顔を見ながらですね。はい、お座り。お利口だね、お利口、お利口、お利口。人と犬が良好な関係を築くにはしつけが大切です。特に大型犬は散歩中にコントロールできないと大変なことになるので、リードを持つ人のそばを離れずに歩く脚側歩行を覚えてもらわないと困ります。はい、お座り。待てができたら次に呼び戻しになりますね。はい、よし、おいで。はい、お座り。待て。はい、お利口だね。この服従訓練もそうなんですけれども、体全体触れるこのタッチトレーニングですね、やはり動物病院とか行った時にね、動物病院の先生に診察の時にどうしてでも体触りますから、全体触れるトレーニングも必要になってくると思います。タッチトレーニングと言います。はい、お座り。待てができたら。なお、ベルちゃんは超大型犬であることから、通常の里親募集は行わず、譲渡ボランティアによって新たな飼い主さんを探すそうです。里親ができるだけ苦労せず、愛情を持って育ててくれることを祈りながら、職員は犬や猫に接しています。このように富山県動物管理センターは、動物愛護事業の拠点として生まれ変わろうとしています。さまざまなイベントの開催やマンツーマンのしつけ教室を行っていますので、関心のある方、またペットでお悩みを持っている方は問い合わせてみてはいかがでしょうか。富山県動物管理センターでは富山動物愛護ホームページっていうのを通じて保護犬や保護猫の譲渡情報を発信しています。ホームページでは譲渡動物の写真、性別などの情報や職員のコメントなどを掲載しています。ぜひ一度
富山動物愛護ホームページをご覧になってみてください。またインスタグラムも譲渡情報を配信しています。ホームページには載っていない可愛い写真や動画などもご覧いただけます。ぜひフォローといいねをお願いします。